ジェイク・ベックリーは、アメリカ合衆国ミズーリ州、ハンニバル出身のプロ野球選手。左投げ左打ち。ニックネームは、イーグル・アイ。1888年、ピッツバーグ・アレゲニーズに入団し、同年6月20日にメジャーデビュー。その後、ニューヨーク・ジャイアンツ、シンシナ・キレッツ、セントルイス・カージナルスと渡り歩き、1907年のシーズン後に引退した。 1918年に心臓病で50歳で死去。通算20シーズンで打率3割以上が13回。通算3類打243本はサムクルフォード、タイカップ、ホーナスワグナーに次ぐメジャー歴代4位である。また、一類手として2376試合出場の記録はエディマレーに次ぐ歴代2位。通算視察23709は、 歴代1位である。三重札にも通算8度関わった記録が残っており、これは一類一種としては史上最多である。隠し玉もうまかった。1893年5月30日のボルチモアオリオールズ戦ではボールをファーストベースの下に隠して隠し玉を成功させている。1971年に野球殿堂入り、ありがとうございます。